なんだ？ん？はっ！答えろ。手ひどく痛めつけたようだな。肉体的拷問で引き出した情報は信頼性に欠ける。腕の立つ尋問官が捕虜に苦痛を与えるような尋問をすることはないと聞いていたが。その通りだ、隊長。だがそれも時と場合による。この男もかつてはホックスの隊員だ。この程度は拷問のうちにも入らない再会の挨拶のようなものだ。なるほど、同じフォックス、互いの手の内は分かっているというわけか。この男から情報を聞き出すのは骨だな、カニンガム。確かにタフな男だ。だがそれがこの男の最大の不幸だ。残された遺産のありか、
今度こそ聞かせてもらう。できるのか？俺のポリシーにこだわらなければやりようはある。薬か。自白剤はフォックスサインには効かない。この男が戦場から離れている間に開発された新薬がある。投薬による自白は信用できない。強力な自白剤を使えばなおさらだ。情報を聞き出す前にこの男が壊れてしまう可能性もある。それを知らないお前ではあるまい。何を焦っている、カニンガム。効率を考えてそれが最善だと判断したつもりだ。いいだろう。だがその前にこの男と話をしたい。ご自由に。自白剤には麻酔効果もある。この男の体力が回復する前に使ったら、せっかく痛めつけた意味がない。せいぜい恐怖を広ましてやってくれ。やはり目を覚ましていたか。侮れない男だ。ボスの名を継いだだけのことはあるということか。だが迷いがある。誰に忠誠を捧げるのか、何のために戦うのか、国とは兵士とは何なのか、今のお前はそれを見失っている。だからお前はフォックスを除隊した。だがこうして再び戦場に戻ってきている。戦士の魂を受け継いだ者は二度と戦場からは離れられない。一つ面白い話を聞かせてやろう。今回のメタルギアの強奪は最初から仕組まれていたことだった。計画を立てたのは CIA だ。彼らはアメリカが開発したメタルギアをソ連に引き渡すつもりだった。自分たちで開発した新兵器を敵国に渡す。なぜかわかるか？いや。冷戦を長引かせるためだ。計画経済の破綻によってソ連の財政は悪化している。そして6年前にはザ・ボスの働きで彼らは賢者の遺産を失った。あの国は冷戦による膨大な軍事支出にもう耐えきれなくなっているのだ。しかも遺産を手に入れたアメリカはマーブの実戦配備を完了し、現在行われている戦略兵器制限交渉によって軍事的な優位に立とうとしている。このままでは世界のパワーバランスが崩れ、遠からず冷戦は終結するだろう。そうなれば CIA の重要性は低下する。 CIA は軍事力のバランスを保つためにメタルギアをソ連に。メタルギアはマーブよりもはるかに高性能な戦略兵器だ。それがあれば戦略兵器制限交渉を骨抜きにするソ連側の切り札になる。妥協して歩み寄ろうとした世界は分裂し、兵士と諜報員に頼る時代が再び訪れるだろう。CIA がフォックスに与えた任務は、輸送中のメタルギアの護衛ではなく、強奪。そしてソ連への偽装亡命だった。全ては CIA が自分たちの組織の利益を守るために仕組まれたことだ。まさか、信じられん。それが国というものだ。だから反乱を起こしたのか。私の望む世界を作る。兵士が優れた将校を必要とするように、人類には優れた指導者が必要だ。世界を導く指導者が。私はそのために作られた。作られた？相続者計画というのを聞いたことは？いや。アメリカ政府が極秘裏に進めていた実験の一つ。最高の戦闘指揮官を生み出す計画だ。戦闘のスキル、戦略を立てるインテリジェンス、戦場におけるサバイバビリティ、そして兵士の心を掌握する圧倒的なカリスマ。私の声には特別な力がある。これもまた相続者計画の成果の一つだ。そして指揮官のモデルとして選ばれたのは
伝説の英雄、ザ・ボス。ザ・ボス？私はその全てを相続した。受け継いだのだ。スネーク、お前はボスの称号を受け継いだ。ザ・ボスの最後の弟子。私とお前はいわば兄弟なのだ。だから今はお前を殺さない。私が作る新しい世界をゆっくりと見届けるがいい。